肩書きは、建築家ですね。一級建築士。佐金さんの特徴ってどんな感じの家なんですか？そこにいると疲れも癒される。で安全で、だから自然素材で囲まれる自然な家。まず一番大事なのは木材をたくさん使う。自然素材、杉の40年以上の木を使って、木目きれいでしょ。低温で乾燥してあげて、でスベスベで樹液も残ってて。佐金明憲さんは自然素材にとことんこだわる建築家です。で壁天井も自然素材で作ってあげる。国産の自然素材ですね。で塗料もそうですね。木材だけでなく、壁紙や接着剤、家のあらゆる建材に使われている化学物質を自然素材に置き換えているんです。これもそうですよ。これは三河で貼ってます。こういうとこ、綺麗でしょ。ほら、接着剤は天然の二皮を使い、化学物質を一切含まない無垢の木を使った家具までデザインしたそうです。肌触り優しいし軽いしね。冬は暖かいですよ。だから設計者っていい営業マンなんですよ。本物で作るって自信に満ち溢れてね、やる気もこう本当にこう体からにじみ出てで実際いいものできるから、もうこんなにいいものをこれ以上できないわってぐらいいいものができちゃうから、ただお客さん喜んでくれるし。自信満々の佐金さん、でも昔の話を聞いてみると、だから本当やめる気だったの。建築はもう人間腐ると思って、もう社会悪だなとか、自殺した人の話聞いた。創業したのにやる気がめちゃくちゃなくなっちゃったって。もうご飯食べるお金も結構逼迫したから、奥さんにあんたどうすんのよって半泣きで家出ていくもあったし、もちろん本当にもうどん底だったな。ある日僕らは目覚めた。暗闇の中、多くの仲間と共に、わけもわからないまま。僕らは誰、僕らは何、それを見つけるためそれぞれの道を行け。今の家ってこう持続可能ではないというか、いろんな物質を使って今作ってるので、これが普通の床材ですね。こっちから見るとこう薄い板を張り合わせてる。これは一般的な家に使われている合板です。こうやってもう長持ちしなくてベコベコになっちゃうので、建材が壊れる、家が壊れる。でまたローンを組んで、もしくは蓄え吐き出してまた建て替えなきゃいけない。だからその貧乏にならない資産になる家をこう作ってあげなければいけない。でこれってね、50年ぐらい前の取っといたんだけど、これってね結構50年経っても結構ツンときます。ツンとくる。ちょっとくる。50年経ってもやっぱりこういうのが出てくるんですね。佐金さんが心配しているのがシックハウス症候群。建材から出る化学物質による体調不良です。国は注意を呼びかけ規制もしているのですが、化学物質は500物質以上選べるので、500物質分の14しか規制ができてないので、それもなくしてあげた方が安心だし、その化学物質が薄いけど化学物質があるところを吸ってどっちが気持ちいいのっていうことですよね。健康に着目した自然住宅の先駆者として知られる佐金さん。でも一番最初のキャリアは大手企業に就職し、機械の設計をしたそうです。ストーブって輻射熱なので地球を温めることなんだよね。親父が機械設計やってたんですよ。まあその影響で、結構なかなかいい機械を自分で言うのもなんだけど設計してたんですよ。でもその企業は環境に配慮とか化学物質とかそういうのもきれいな処理は昔はしてないわけですよ。そうするとそれを垂れ流したりとかしてて、ちょうどなんていうかレイチェル・カーソンとか沈黙の春とかっていうのがみんな読まれて初めて、大企業にいるのはいいんだけど社会を
汚してるじゃないみたいな。だからやりがいがものすごく減っちゃって、でそうしてる時にその、ちょうどあれ西武デパートだったな、建築家の世界中の建築家がその作品展やってたんですよ。それにフラフラっと入って、でそしたらよくよく見ると、まあ、ガウディもそうだけどマッキントッシュとかコルビジェもそうですけど、超一流の建築家たちがその文化を作ってるっていうか、町並み作ってて、こう暮らしを変えるきっかけを作ったり、同じ設計なのにこれはなんで違うじゃないか仕事の内容があって、で俺も絶対あの建築やりたいとかって思って辞めるって言ったら、もう親戚一同親からもう波紋だみたいな、もう気が狂ったのかとか言われて、上司にもお前俺を裏切るのかとかいろいろ言われたり、でももうやっぱり止まんなくて、その時はちょうど23の時だったかな、23、4か。でも それはね、確かに無謀は無謀だってね、どこに行くとか何も決めないで、なんていうか辞める前から就職活動って卑怯じゃないですか、なんか。だけどすごい環境系でいい建築やってる事務所ってなかったんだよね。すごい大先生っていうところはもう殺到してて、結構高名な建築家 その弟子をやってた設計事務所に、まあ、それこそ給料もいらないからちょっと教えてみたいな感じで、あの、まあ、通ったりして、うん、なんかプー太郎 その走りというか実家にあの、うん、一回もう嫌がられたけど、もう面の皮厚くして止まるだけでいいからとか言って出ないと家賃出ないよね。そうそうそう。プー太郎が2年ぐらいでアルバイトしながら建築の学んだりとか、それで2級建築士もその頃勉強してたんです。3ヶ月で合格した。なので2年経ってあの就職扱いしてくれて、商業ビル系で町の区画を変えるみたいな設計事務所を紹介してもらって、でそこに就職したんですよ。はじめ見習いに近いけどね、あの給料もそんなもう数万ですよ。あのだからアルバイトしないとやっていけない。アルバイトはあの本当にそれこそ日雇いでバイトしたりとか、夜の仕事のこう掘削やったりとか、で土木工事覚えたけどねでもそれでいろいろ学んで、そこでまあ本格的に社員にもなって、でだけどあのやっぱり商業ビル あの化学物質とかすごいので、商業ビルって裏が安不振ですね、ひどい。あの採算性が第一だから、採算性と建築っていうのはそこでは学んだけど、でビルも長持ちしないしね、だから社会資産じゃないわけですよ。でもうやっぱり違うって、こんなことに いるんだったら元々の会社にいた方がマシじゃないみたいなしょうがないからもう一回そこを辞めて違う設計事務所で住宅のいよいよ、うん、何歳ぐらいでした？そこはだから27かな、うん、普通の設計事務所じゃないような、うん、単にこう合理的に早くコストを下げてパンパン作るぞっていう方針ではなかったという、うん、で新築の設計も任されたりして、でシロアリ駆除当時やらなかったんです。そういうのも許してくれたんですね、その会社は。シュラリクジャやらないで、でヒバオイルを塗ったり木作液を塗ったりね、虫を忌避するっていうことは、何頭かやってる間に出会って、であそうだこれ塗ろうとか言って、で実際シュラリ忌避するし、それはもう大工さんに塗ってもらってでも説得しまくってですよ、まあ、お客様理解してもらって説得するからだけど。内装は何ができたんですか？内装は当時は漆喰と土壁と和紙の、本当の手すきの和紙をでんぷんで貼る壁紙に代わりにしたっていうか、うん、で和紙を壁紙するんで誰も持ってないから、当時そんなことやれるんかみたいな感じだったの。でクロス職人さんもそんなの貼れねえとか言って言われて
でじゃあどう貼ったらいいかっていうので、あの機械を、機械設計やってたじゃない、で機械をちょっと改良してでこう貼って、で自分で貼ってみせて、でこれ貼れるでしょうとか言ってでまでやって、うん、まあ本当に今で言うと中途半端だけど、作って引き渡すとアレルギーが治ったりとか、あのもう睡眠が深くなって朝目覚めがいいとかってもう毎回言われるわけですよ、うん、全然違うって、でも間違いないなって。でも徹底的に全部はできなかったですよ。下地は合板使ったりとか。日本の木を使ってたんですか？いや日本の木までは行ってない、まだ。あのていうかもう全然使えない、そんなのルートがないから、うん、だからやっぱり外材で、要は循環型の自然素材とか健康とかに完全にシフトは、あのその時マーケットもないし、うん、だからやっぱり会社としてもそんなシフトできないよね、うん、できないから、やっぱり自分としてやりたいことではないから、いろいろ学べたけど、それをやるために学べたけど、やっぱり違うので、あのやめて、でそれでアンビエックスを作ったんです。自分の設計事務所を作って、でそこでやっていく、鉄塔鉄尾安全な工法と資材を、建築資材を集めなきゃいけないから、世の中ないから。その時に一級建築士を取ったんですか？いや、そうそうそう、そこで一級取りました。自分の会社を創業をいよいよして、で、まあ、自然で安全な暮らしとかっていうのはずっと研究してたけど、どんどん調べていくと蚊源病ってやばいじゃんって、こんなにひどいんかって。で蚊源病とかって言ってたの、家が元の病気、要はシックハウス症候群って言葉はなかったから、当時は癌になったり、まあ、いろんな病気も併発をしてひどいことになってしまうっていう、研究された論文、海外の論文だけとか読んで、ある程度分かってたけど、ここまでひどいのかっていうのが分かったのは、アンビエックスを作って1、2年かな。もうひどい重篤な人は起き上がれないとか、もちろん仕事なんかできないでしょ。でクビになってローン払えないとかね。で自殺しちゃった人もいるから、でそういうの見ちゃったわけですよ、いろいろ。直にあったりしたんですか？した。自殺した人の家も話聞いた。調査というか、ちょっと本当かなって、そこまで行くのみたいな。要はだるいとかアレルギーになるとかっていうのは、まあ、思ってたけど、まあ、そのレベルだと思ってるから、ここまで来ちゃってるんだ。でよく考えたら、下地から屋根材から仕上げから、まあまあ、合板からどんどん深掘りしていくと、木材まで悪い、木材まで、あの防カビ処理とか防腐処理とか。でも生産してくれる人がそれをどけると、カビが生えたり虫が湧いたりとかするわけですよ。そうならない家にしようとして、防カビ剤防腐剤とか使ったので、善意でやってるんですよ。それに文句言ったら怒るよね、相手は。まあそりゃそうだよねって。だからまあ自分とこの製品にクレームを抱えたくないんですよ、建築業界。クレームが一番大変だから。聞けばバカにされるし。聞けばバカ。いや、バカにされちゃう。もうそのビジネスマンとしてそれはおかしいよみたいな。むしろその常識を超えちゃってるわけだから、非常識だから。で山がこう荒れていて林業が成り立たないとかっていう情報がもらえるようになって、でそうするとこんだけ末期的にひどいんだっていうのに気づき、で間伐とかしてもコスト合わないので、ほったらかしなの で下にあの光がいかないから生態系死んじゃって、あの水が浸透していかないから表土がこう流れて、で土砂崩れを起こしたりとかっていうところにもぶち当たり、創業したあたりにこれでもかみたいに、あれやこれやといろんな問題がかぶさってきて、これでもかみたいな、どうしたらいいんだよ。安い外国産に押され、荒廃が進む日本の森と林業。創業した目的である化学物質フリーの木も手に入らなかった佐金さん。いやだから収入も減るしね、あの一生懸命仕事を取ろうとしないから、だから
あのいや新聞代払えないとか言われましたよ当時。あのもうご飯食べるお金も結構逼迫したから、うん、やっぱりこう奥さんにあんたどうすんだよとか半泣きでこう言われたりとかって、結婚してたからねもう、うん、その時お子さんも、そうそういましたよ一人、うん、でも家出ていくもあったし、もちろんそりゃもう実家帰って暮らすみたいな当然あるでしょそりゃ普通に。やっぱそうなんだ。いやそりゃそうですよ、だって食べていけないんだもん。いや大丈夫だって絶対言えないでしょ。で将来あのこっから道が開けるからってもっと言えない。だからねもうどうしていいのか本当分かんなかったな。いやもがけばもがくほど見えない。うん、もうほんじゃあ機械戻ろうと思ったから真面目に。で実際ねあの就職試験も受けました。やめようと思って。そうそうそう。そしたら、まあ、社名ちょっと言えないけどあの西新宿の高層ビルにある大手企業にあのエンジニア求めてたんだけど一人合格したんだ自分が。で本当やめる気だったのも建築は。もう人間腐ると思って建築やってたら。それでやめようかなとかって思ってる時に、不思議な話だけどそのいろいろこう、うん、広い視点で社会が見えるっていう、まあ、人が友達の先輩というかいて、でちょっと辞めるんならその先輩と会えよと言われて、その霊能者みたいな人なんだけど実は。でじゃあ会うかみたいな、いろいろ話してるうちに誰もやったことのないをやるって、まあ、向き不向きあるけど君は向いてるよとかって言われて、必ず道は開けるとか言って、であなたがやるべきだみたいな、社会変えろとか言っ て、って言われて、あやれるかもしれない思って、うん、で思い込んじゃったその時。じゃあやめないで本気でやり直すぞと、うん、そのたったちょっとした出会いだよね。人生って一言で変わるんですね。意外とギリギリなところを歩いてたんですね。怒られた、あの採用担当の人事部の人に、こんなところであの断るなんてうち その経費の無駄なんだとか言って、無責任だとか言われて怒られまくりましたよ。霊能者に会って、うん、でやる気になって、うん、それで燻煙乾燥というのが廃材とかいろんなものを燃やして、うん、そのいぶした煙で木材乾燥やってて、うんうん、そしたらいぶしてるから防腐剤とか防火剤とかいらないんだよね。わすごいって、出会ったついに出会ったとか思って、栗駒山ってやって林業から製材ま で彼らはでもそこまでいいと知らなくて、高温乾燥機を買う金がなかったので廃材とかいろんなものを燃やして燃料代もいらないしコストのために、で防火ビ処理もしてたんだよ当時彼らは。防火ビ層も持ってて、でもこれいらないじゃないですかってその社長も共鳴してくれて、彼もシックハウスという本を読んだりして、でやっと仲間が一人できたみたいな。でそれできっかけができた、あの霊能者の言ってることは正しかったみたいな。こうして嵯峨根さんが出会ったのは50度前後の低温でじっくりいぶした木。その利点は化学物質フリーということだけではないそうです。これは低温で乾燥しているので繊維がしっかり残って、だから木目も綺麗でしょ、とってもね。これヒノキですね、下は。下だけヒノキで、うん、他は全部杉。しなりも杉は強いです。ヒノキより粘りがあるんですよ、杉の方が。こう揺れてしなってもポキッと折れないんですね、杉って粘りがある。低温乾燥しているからこそ、うん、しなりも生きてる。垂直荷重がコンクリートの5倍ぐらい強いので、上からこう力がかかるでしょ、建築ってコンクリートと比べると、まあ、5倍近く強いんですよ。
だからその特性を生かしてる構造にしてるんですね。伝統工法っていうけど、ここについて日本の伝統的な建築技術だそうです。ここで金輪継ぎって言って こんな複雑なこう組み方をしてるんですよ。金輪継ぎとは複雑な刻みを入れた2本の木を一つにつなぐ技。あれ木の線を上からこう打ち込んで、あの込み線でつながる。2トンぐらい大丈夫だから、だからギュッとこう締まる。一般的には金属で木をつなぐことが多いそうですが、もし金物がそこに刺さってたら結露したり、まあ、湿気が多くなったりして緩んでくるんですよ、どうしても。で木材同士のつなぎ方なので、何百年と錆びたりしないから、何百年と持ってくれて安全で、最近は上までアメリカ関西シロアリってこう上までこう食べに来る、こういう針なんかでもグスグスになっちゃったりってすごいのがいるんだけど、防虫剤とかね、そういうの使わないで上まで向こう側の処理をしてます。2階もね。効果と安全性を両立できたのは信頼できる業者と信頼してくれる建て主さんのおかげだそうです。やっぱり新しい工法とか材料とか試そうと思ったら、お客さんに今までこれやったことありませんと、でも理論的にいろいろ考えるとこれが正解だと思うけど、時代がそういう時代ではなくて誰もやってないけどやらせてくださいって、これでそれでもし何か不都合があったら徹底的に直しますからっていうのをちゃんと覚書を交わして、それで初めてチャレンジして作って、大工さんとか職人さんと考え、社会屋さんとも考え、壁紙屋さんとも意見をやり取りして、それでやっとこそ作ったんです。業者さんに協力を求め共同開発したものを建築中の家で試させてもらう。そのために佐金さんは設計だけでなく施工まで一貫して請け負っています。塗料も作ってるでしょ。いろいろなこの色の違いが合成着色とかじゃないはなくて、自然素材で出てくる色を使う。うん、畳なんかもそうだしね。畳どこにボーダーに処理とか防カビ処理とかしてるから、畳は無農薬の畳どこを入れて、でボーダーに処理はね、炭化コルクってコルクをいぶしてる、それを真ん中に1センチぐらい挟んであげるとダニが来ない。こう畳どこに挟んでくれる床屋さんがなかなかいなくて、それを探して、めちゃくちゃ大変。でも作らないといいものが作れないので、お客さんに嘘をつくことになるから、自信を持って本物ですって言えるのがこの素材作ってるからですね。最も時間をかけて研究したのが接着剤を使わない漆喰壁です。はい、これホタテ貝おいしいよね。それを漆喰剤にしたんです。だからこれを粉々にしたら石灰なわけですよ。そういう塗り壁って石灰だから漆喰がね作れるんじゃないかって思ったの。その石灰を、無機イオン結合って、まあ、無機と無機をこうくっつけて、これは特許なんだけどうちの、でイオン結合してさせて固まって、こういうふうにこう漆喰になる。で二酸化炭素を吸うとさらにこう硬くなっていくんですね、結合が強くなるっていう。これをだからオリジナルで開発したので、漆喰ってね、山から石灰を切り出すんだけど山をこう壊してるんですよ。それはやらない。化学物質を使わない漆喰壁の利点は、ゴミにならない。壁ってリユースできる。だからこれはセメント材料とかに 100% リサイクルできる。さらにホタテって湿気もそうだし生活臭を吸ってくれて、でそれを分解したり、で湿気は外にこう出していってくれるんですね。佐金さんは地震で倒壊した家を調査。腐朽菌って腐らせる菌がね、20% 以上水含んでるとカビとか腐朽菌が発生するって言われてるんだけど、湿度が高いと木が腐り揺れに弱くなるそうです。そこで佐金さんは
断熱材として天然の羊毛を採用。この漆喰が吸ってくれた湿気とか、こっち側に移動してくるわけですよ。で、このウールがぐんぐんと吸ってくれるわけ。周りの木とか建材濡らさないからカビないんですよ。羊毛の外側に通気口を設計して、湿気が自然に外に流れる構造にしました。除湿機のようにこう外に吐き出していくので、自分の能力で、機械じゃなくて。大学と共同研究して、裏付けが必要なので、自分で言ってることは単なる脳書きになっちゃうので、やっぱ1000万かかりますよ。うん、それで補助金を、その国の補助金を取って、だからセンサーを入れて測定をする。で、年中通して乾燥してる。もう理論通り。漆喰も普通の山を崩して石灰で作る漆喰だとここまで能力ない。だから何百年持ちますと言える。その裏付けがあるので。となると気になるのは金額ですが、将来の資産になる家を若い世代にこそ届けたいと、あるプランを考えたそうです。セミオーダープランですね、これが横長敷地の場合はこういう横長にしてあげて、あらかじめ用意した間取りのパターンから選ぶ定額のプランです。で、これはちょっと長方形で、これを改良して間仕切りやめてワンでも一緒とか、左右入れ替えたりとかね、玄関とか。だからコストも総額的に多分2割ぐらい下がりますね、あのオーダーで作るよりも。24坪で、まあ、1000万円台で家が建ちますね。初経費入れても2000万ちょっとぐらいだと、ローン組んでも多分7万とか月。それはすごい資産で、貯金するよりも価値が、ありますね。一般的な国産の木は多くの業者が関わり、その分高額になるそうですが、佐金さんは木材の産地から直接買い付けているので、中間マージンをカットできると言います。木材業者さんにもたくさんお金を払ってあげて、そちらも利益がちゃんと出る。そうしたら山の手入れしたりとか、間伐したりとかっていう、山を手入れするお金も出る。山が壊れると海も壊れるので、海産物もダメになるっていう連鎖を改善したいなっていうのがあるので、国産材を使うということは山の再生につながっていくの で、それを使うノウハウをうちが作ったので、それを地方のこの工務店さんにこう渡していく、教えてあげる、だからフランチャイズじゃなくて、オリジナリティは工務店さんの生かして、あと建材もこういうの作ってるから売るってあげるから、その建材の利益もうちも出るので、ビジネスメリットもお互いに出る。佐金さんは安全性が高いと認めた建材を販売する会社も運営し、自然素材に目を向ける工務店を増やそうとしています。で、いろんな職人さんが、釈迦屋さんとかいなくなりそうなんだけど、釈迦屋さんなんかも育てられるから、漆喰塗りとかね、やって土壁とか、こう日本のこう基幹になって引っ張ってきた産業が復活できて、山の再生ができて、海がきれいになってっていう循環にこう行くので、それがやりたいと思ってずっとやってきたわけで、なのでそれをそろそろ実行していきたいなという局面に来てます。なかなかこうできないとか、思うようにこういかないとかで、工事中にどうしてもこうあったりするんだけど、自然素材の組み合わせだから反ったり曲がったりでも、だから難しいので、時間食ったりして、結構それでこうガミガミ言ってたお客さんも、それが引き渡したらコロッと変わる、こう辛口のお客さんからもうすごく心地よくて毎日が快適ですとか言ってメール来たの、嬉しいですよね。ああ、ようやく分かってもらったなみたいな。だからそれまでは作ることって本当に手間かかったり、いろんなことがあって、その都度こう解決していってるんだけど、季節によってもね、反ったり曲がったり違うからっていうので解決していって、結構苦労多いんですよ。苦労多いけど、最後に引き渡したそのお客さんの喜びとか、
病気が治るっていう言い方じゃなくて、こう元に戻る、普通に普通になる、そういう家ですね。うん、それがいつも一番大切なこと、うん、どん底に落ちてどうしようっていう時にも、だから発信するって大事ですよね。自分はこういうふうにしたいとか、こういう仕事したいとか、考え方とか生き方で正しいなと思っていることを曲げなければ、おそらく開けてくるんですよ、道が。あのどっかで覚えてもらってて、それが何かしらこう力になってアドバイスだったりとか、どっかで助けてもらう、あいつこんなこと言ってたよねって思ってくれる人がいっぱいいたら、あ、そういえばイグサ農家がこうやっているよとかね、あ、じゃあその人紹介してとか教えてとか言って、でつながりに行く、山だろうが海だろうが行くと。だから行動がいりますね。そういえばね、社会ってそういう意味では親切です。でそれはありがたい、そのつながりの連続ですね。それでこれができたと思う、おそらく。